ここを教えてもらってもらう。ちょっとごめんなさい、脱線しましたが、じゃあ、さっきの末永さんのあれでいきます。で、ちょっとトークンって、だから、俺もなんで IR 交通貨が資産価値として上がってくるのかなと思って、この間、ピアノとかとも話したけど、答えが見つからなかったんだけど、あれだわ、通貨発行しない国で使ってるらしいね。それで上がってくるんちゃうかと思って。日本の場合は日本円で物が買えるじゃないですか。でももう発展途上の国に行ったら自国の通貨ってもうこんなあかん、もう偽造されてるかもわからないして、米ドル使ったりとかっていうことになるので、その通貨発行権を持ってるけど実際自国の通貨発行できないところが、それだったらっていうことでも、それだったら自国の通貨よりもビットコインとか、そのいわゆる暗号資産を使った方がいいっていう国が出てきたことによって価値が上がってるんじゃないか説が出てきた。まあ、いずれにしても、暗号通貨で難しいだろうし、俺も、もう完全に、理解はもちろんできてないんだけども、まあ、紙にすると、紙幣にすると偽造されたりとか、いろいろな、問題が出るけども、まあ、ネット上で、まあ、実質、皆さんの預金、貯金、まあ、ある意味暗号資産みたいなもんだからね。ネット上っていうか、いわゆる記録されたものに過ぎないので、もう実際そういう目に見えないものだから、そういうものを、まあ、NHK 等で発行して、やっていきましょうということで、これは堀江さんがすごい乗り気でもあるし、僕もこれはちょっとやりたいなと。で、なぜやりたいかっていったら、そもそもうちの党もうすでにやってました。やり方として、その暗号資産というやり方をしなかっただけです。要は、今、300万出して立候補してくれたら、900万あげるよって言ったのが落ちくるんですよね。まさにそういうことでしょ。それを、今300万円出してくれたら900万円ってやると、普通に直で現金で渡してしまうと、いろんな、問題が起こるわけですよ。お金でよかったとか、そうそう利息以上、利息制限を超えてるじゃないかとか。でも、あくまでも、おちくんの政治団体に300万円振り込んでるだけなんで、もう全然問題ないけど、政党から政治団体。もう、その、システムで、実はもうすでに考えて実行してたんですね。だから、トークンっていうのは直ちにお金にはならないけども、今回の M1 グランプリの優勝賞金1000万円のように、政治に出る人については、まあ、もうお金と一緒なんですよ。で、もっと言うと、立候補しなくても、政治団体から役員報酬としてもらってしまえば、税金を払わなきゃいけないんですけど、個人のお金にすることも可能だということで、このトークっていうのは、かなり期待が持てるかなと。で、まあ、これまでちょっとその NHK 党としては、党員を集めないという方向でずっと来てたんですけれども、変に介入されるのが嫌だっていうのがあったんですけれども、まあ、もうこれからは逆に、どうしてもやっぱりお金を出してでもうちの党を応援したいっていう人がやっぱりいる以上は、まあ、お金出したい人の希望っていうのは応えていくべきだろうとは思っているし、何よりもできるだけ早く民主化するようにしていかないと、今立花独裁党なんで、そういう意味でも、議員には立候補できないけども、党を、まあ、買うっていうか、をすることによって党の運営に入ってきてくれる人が増えていくっていうのは、むしろ関係すべきことだというふうに理解をして、この制度を導入するつもりです。ただ、まあ、来年のオーディションには間に合わなさそうだよね。多分間に合わないと思います。間に合わないので、まあ、それはそれとして、いわゆるトークンのポイントが何になるのか、まあ、T ポイントカードの T ポイントみたいなもんなんですよね。楽天ポイントとか Amazon ポイントみたいなもんで、まあ、あれもだからどこの国の通貨ちゃうわけじゃないですけど、実質上通貨の一つですよね。アマゾン何でも買えるし、楽天ポイントも、T ポイントも。もうそれができる時代になっちゃったんですよね。で、まあこれ、ポイント発行すると半分ぐらいは一応資産を残しとかなきゃいけないっていうのは、いろいろと、まあ、法律はあるようなんですけども、まあいずれにしても NHK 党がポイントを出せば、それが何らかの形で還元できるっていうことについては、これ多分止めれないんですよね。で、総務省の方も禁止する法令がないので、今のところ直ちに違反になるっていう話でもないし、ただ、法律の立法趣旨から考えて、我々は別にその、なんかお商売をしたいわけではないので、党に対しての貢献が早ければ早いほど、
それなりに党が成長していたときに党内での発言権や決定権が増えると。でもちろんね、党を買ってくれた人は当然投票もしてくれるだろうということで、まあ、応援する、一票投じる、まあ、堀江さんが言ってる、まあ、ベッドするっていうね、一票かけるっていうことについて堀江さんが言いたいのはこういうことだったんだなっていうのやっと、まあ、理解ができたのでそっちに進んでるとこういうことです。1個だけ、トークン自体かなりまあ難しくてですね、私も好きだったのである程度は知ってるんですけど、今本間さんがすごい今回研究してくれていて、あのトークン自体を今上場することはかなり簡単になってきていると。あの株式みたいに暗号資産を上場させることができるし、基本的には本気でトークンを発行するっていうことは、そういうトークン市場に上場することはもはや当たり前になっていくっていうことなんですよ。それが流通するかどうかっていうのは人気によるんですけど、なので、まあ、本当に株式会社のような資金調達がそっちで回っていく可能性があって、でそれはもう実質的に支持がどんどん広がるし、でそのトークンを発行するみたいなことを真剣にやってるということが IT リテラシーが高い層、例えば堀江さんの周りにいる層においては、それがあるから NHK 党を支持しようってなる可能性もあるんですよ。マニアックではあるんですけど、そういうのを研究している人たちってものすごい頭もいいしモチベーション高い人たちなので、その人たちがいいねと思うレベルの仕組みができれば、すごく説得力のある政治活動にもなり得るということなので、前向きに進めるのは面白いと思います。さすが半大やな。半大兄弟兄弟やからね賢いねこれはちょっと、いや今言ったように、今まさに世間を騒がせるクーポンとか現金とかをもうええ加減にしろっちゅう話なのよ。もうええ加減にしろっちゅう話なのよ国会議員何考えてるって話なのよ。まだ、町側の人は、現金振り込むかクーポンかのどちらの合理性がとかって言ってるけども、いや、そもそも、そんなもん、両方遅いのよ。古いのよ。スマホにポイントを送れば一撃なの。事務費が900億円かかるとか、なんで市区町村に任せなあかんのよって話なの。国から直接国民に10万円配りたかったら10万ポイントここに送ったら、これ持っていったら、ね、それこそ電車も乗れる、コンビニでも買い物できる、服も弁当も買えるってやったら、10万円分ぐらいすぐ消費するんですよ。そういうことを本来していかなきゃいけないわけで、こいつで全部、その、ことが、用が達成できるっていうかね、もう、クーポン印刷して、それを言うって送るの。そういう、まあ、お笑いのレベルの話を、この国の、この永田町というのが、そういうことを決めているので、我々はどんどん先のことを研究しながら、常に効率よく、いわゆる困っている国民のもとに届けるっていうでしょ。よく表現として、生活困窮者に届けるって。届ける前に意見聞けなのよ。困ってる人はこれで、政府の皆すいません、ちょっと今本当に急に子供が病気になって入院費で金ありませんって言った時に、すぐにほんならお金あげるわ貸したるわどっちでもいいんですけど、すぐに振り込めるシステムを作るのが国の仕事なんですよ。こちらから配ったものが届くんじゃなくて、 SOS を聞いたところにすぐに届けれる体制を取ることが大事であって、こっちが届けることを、末端に届けることを考えるから、届けなくていいところにまで届いてしまうんでしょ。だから、そういうところを、やるのが、我々、そういうお礼さんというね、非常に頭のいい人が、連邦が仲間に入ってやってくれてるので、それをやっていくっていうのがトークンという意味で、ありますので、世の中の、賢い人には十分響くと思いますし。そしたらすいません、ちょっともう一個だけ。はい、どうぞ。NHK 党のウォレットを開発するとか、そういうのもできるんですよ。トークンを何かに保存しないといけなくて、本気でやるとなると、そういう話になってくるんですよ。で、NHK 党のウォレットっていうのがあって、そこに NHK 党のトークンが保
保存されていて、アプリ入れてる人同士はやり取りができるとかっていう時代になってる。お金のやり取りができるとそれは。そう。だそれを国に置き換えると今みたいなことができるっていうのを、ほら私たちできるって示してるでしょって言える。まあそういうこと。あの、さっき言ったように、発展途上国としては使ってもそうですけど、あの、あれが安いんですよ。あの、手数料が。これ結構、あの、送金手数料って結構高いでしょ。550円とか今440円とか。ああいうのも、あの、いわゆる通貨、暗号通貨は非常に安くできるので、重宝されてるっていうのがあるので、まあ、その辺も研究しながらやっていくと。いうのが党としての考え方です。